300g です。これ100g。 醤油です。さあ、全部入れました。よし、またよくかき混ぜて。
ついちゃうかもしれないけども、出来上がりました。倒します。はい、それだけで十分余を使ってますね。これは1分半で、あと10分間押します。ありがとうございます。出来上がりましたけど、内臓がくっついてるんで、これは味付けは厳しいかもしれません。